はい、皆さんこんにちは。今日も一日お疲れ様です。レレイと言います。今日の動画はですね、全体俯瞰についてのお話になります。なんかそのよくコメントとかでね、全体俯瞰するときっていつですかとか、そのタイミングっていつですかみたいなコメントがあるんですけれど、まあ、よくあるパターンが、トンネル普通にしてても間に合わないよっていう時とか、であと僕がよくやるのが、その鏡像のね、位置が、分かっている時、サバイバー側の、なんか幽霊だったりだとか、まあ、目視したりだとかで、サバイバー全員のね、鏡像の位置とかが分かっている場合は、トンネルするよりも全体負荷を優先することとかが多いかなと思います。で、今回、教会で、まずオフェンスをね、こうやって見つけて、風船にして、で、二人目を索敵中なんですけれど、そう、これ幸運寺をね、見つけて、耳鳴りがしてて、まだ付近にね、サバイバーがいたみたいなんで、これは二人とも釣ってダブルダウンにして、サバイバーをね、拾ってしまおうっていう目論みですね。で、まあ、こっちの椅子釣った後、この真ん中のね、椅子に運んでって、まあ、ギリギリ間に合うんですよね、これが。で、二人ダウンで、で、耳鳴りしてるんですが、こっち行ったら消えて、でね、この辺、まあ、いるんじゃないかなと思う、索敵中なんですけれど、カラスがね、飛んでたんですよね、この付近で。そう、だからまあ、こっちの方にいるはずと思って、まあ、向こうの方まで見に行っていなかったんで、じゃあ次戻って、こっち側っていう感じで、索敵してると、なんとね、オフェンスがダウンしてて、まあ、これはカラスくんがね、有能でしたね、ほんと。で、オフェンスを釣ってしまって、1回目ですね、釣り。で、なんか足跡あって、近くに誰かいるんですよね、これ。で、指名手配で、調校者がそこにいて、で、どうやら幸運寺もね、こっちの近くでダウンしてて、治療をし合ってたみたいですね。で、これで、調校師に刺激、なんか当たって、で、ここ写真撮るんですけれど、救助されるんですよね、無傷で。で、こういう時に、そのトンネルって言ってオフェンスを追うのではなくて、その全員のね、サバイバーの位置が分かってますから、裏から入っていって全体負荷していくっていうことですね。はい。まあ、あの後ね、オフェンスと傭兵、どっちも、追えない系だし、まあ、トンネルするよりもね、全体負荷して、まあ、まだ5台だから、そっちの方が多分サバイバー側に負担になるかなっていうことで。で、とりあえず一旦、オフェンスとね、超光子のダメージを 75% にするためにダウンで寝かせておいて、で、超光子はちょっと迷ったんですけれど、まあ、ここは釣りますね。超光子も釣って、ダブルダウンにして、で、残り二人を治療不可能なダメージに調整しておくっていう感じで動いてます。で、これでもう、時空残像でね、拾えちゃうし、ダウンサバイバー。拾えなくても負傷サバイバーだから希望する仕留められるしっていう感じで、そんな焦ってね、サバイバー捕まえようとしなくても大丈夫なんですよね。で、ここ、ダブルダウン避けるためにオフェンスがね、競争救助しに来てて、ただこうやって、鬼没があるんで、仕留められるんですよね、オフェンスだろうと。そう。だからさっきので、まあ、トンネルしてなかったんですけれど、まあ、今回結果的にね、オフェンスだったんで、またトンネルですが、まあ別にこれがオフェンスじゃなくても、他のサバイバーだとしても、まあかなりね、治療しないと救助も来れないしで、負担になってたはずなんで。まあああやって、サバイバー全員のね、位置が分かってるよっていう時とかは、まあトンネルしなくても、こうやって全体負荷して、立ち回っていくっていうのもありなのかなと思います。で、これオフェンスの救助間に合わないですね。超光子の治療傭兵とし合っていたみたいなので、オフェンス飛んで、まあ、幸運寺を釣ってっていう感じで。で、まあ、あとはもう、なんか、遊んでたら多分勝てる、かなっていう感じでね。まあ、こっからは結構、なんだろう。まあ、普通にやってれば、なんとかなるかな。で、超光子が救助来て、光子あるけど、もうこれは振らせて、凶暴がね、あるんで、攻撃構築短いですから、まあ、どんどん殴って、救助させようかなっていう感じですね。で、幸運寺ダウンさせて、これで2回目。傭兵もね、一応体力的には救助来れるんですけれど、ボルタイないし、ダブルダウン確定になっちゃうんで、傭兵が救助来ると。まあ、超高者が来たみたいですね、今のは。
でも幸運寺は間に合わないかなと思って超更新の圧をかけてるんですけれど、そうボール拾っててね、うん、まあ、ちょっと稼がれたりするんだけどね、こっから実は。なんとね、幸運寺あれギリギリ間に合うんだよね。そう絶対間に合わんと思ったのに、まあ、多分肘当て使って行ったんでしょうね、傭兵が。でギリギリ救助されちゃったんですけれど、まあ別にこれも焦ることはなくて、うん、まあ、かなりね有利取れてる時間帯なんで、時間帯、うん、状況なんで、まあ焦らずゆっくり持ってけばいいかな。でここ長攻守の人結構板倒すタイプだなって思ったんで、次は板越えずに攻撃振ろうと思ってね。うん、そのサバイバーが板倒すタイプか倒さないタイプかみたいなのもね、うん、結構なんだろう、チェイスの時とかに見とくといいかもしれないですね。うん、で長攻守を沈めて、で幸運寺と傭兵なんですけれど、まあ、2人ともね負傷だから、まあ、幸運寺治療したら救助来れるんですけれど、どうするんだろう。うん、まあいつも通り写真撮ってキャンプかな。これはね、多分、ダブル救助ではなく、おそらく、諦めの肘当てなのではないかという説が出ているんですけれど、まぁ、あ、ちょっと実際のところはわかんないですね、今のは。で、まぁ、あ、これで最後、鬼没で傭兵沈めて、勝ちですね。はい、というわけで、まぁ、あ、トンネルと全体不可のお話でした。で、なんか、ちょっと短いかなと思ったんで、今日おまけの動画がもう一本ありまして、うん、なんとリッパーさん。そう、おまけのね、試合です、こっちは。まあ、特になんか、うん、コンセプトとかがあるわけじゃないんで、まあなんか、おまけ程度にね、うん、見ていってくれればいいかなと思います。なんかね、この試合結構楽しかったんですよね、見てて。うん、見てて楽しかった。やってて楽しかったか。そうそう。なんかいっぱい、なんかわちゃわちゃしてて、うん、まあ見てもらったらわかるかな。で、あの初期配置の場合は、こっちの奥の方に二人いるんで、誰かなって見に来たら、まあカウボーイがね、いたんよね、最初。うん、で、まあ、刃を狙いたかったんやけど、まあ、本体になってしまうっていうね。うん。で、そのままカウボーイを追っていくんですけれど、今回特筆監視者の上下でね、リッパーさんで戦ってますね。で、真ん中に煮込まれたんで監視者を置いて、うん。で、ここ二人いるんですよね。そう、祭司も一緒にいて。で、こっから、まあ、多分これ、祭司がね、その、チェイス補助をしようとしたんかな、おそらく。で、一緒にチェイスが始まるよね、こっから。そうそう。まあ、僕はカウボーイを追っていくんですけれど、普通に。うん、あ、で、ここ、小屋地下だから小屋から逃がしたくないな、と思って。うん。で、ここも祭司が板倒して、ワープ作っといて、とかやってるんですよね。そうそう。で、刃だけ祭司に当てて、まあ、でも、カウボーイをね、できれば狙いたいかなっていう感じで、カウボーイを探してます。うん。で、ここにね、なんとオフェンスも寄ってきていて、そう、3人もいるっていうね、まあ、大集合。うん、まあ、オフェンスは近場解読してたから、うん、たまたまでしょうけど。で、祭司とね、この、仲良くチェイスを繰り広げているカウボーイ選手、うん。まあ、楽しそうですよね。で、まあ、ようやくね、ここで、まあ、板、超えるフェイントをしつつ、うん、まあ、捕まえられて、で、まあ、これって風船にするんですが、まあ、オフェンスはね、近くにいたんですけれど、まあ、来てなくて、うん、今そこにね、いたんで、で、これ地下間に合うんですけれど、地下つっても、オフェンスのタックルで速球されて無傷救助されそうなんで、もう上につってね、うん、解読に圧かけることにしました。で、見開きの解読に感謝巻いて、うん、解読妨害しつつって感じですね。で、ここ、祭司が長距離ワープをね、繋いできたんで、これ、超えられると厄介だなってことで壊しに行ったんですけれど、ちょうど祭司がね、向こう側からこんにちはしてきて、ダウン取れたんですよね。で、無傷救助されてしまったんですけれど、まあ、こうなったらもう地下室もあるし、うん。で、ここは一旦オフェンスタックルしてきたのを、まあ、縛いといて、うん、まあ、ここも別にカウボーイ固執しなくても、オフェンス次ボロタイないし、で、地下室釣れるからいいかなっていう感じで。うん、まあ、こういう時はね、中途半端にやるんじゃなくても、さっさと見切りつけて、どっちか選んだ方がいいかなと思いますね。うん、で、今回はもう祭司にタゲ変するってことで、で、オフェンスの牽制をまずはさばいて、
で、祭祀地下に移ります。多分、ボロタイ持ち、祭祀とオフェンスのはずなんで、編成的に。うん。まあ、ここも別にトンネルしなくてもいいのかなっていう判断ですね。うん。で、次、炭鉱者がね、オフェンスを起こしに来てて、で、ここ、刃は貫通してなくてね、これ。ちょっと角度が甘かったかな。うん。で、感謝を置いて、うん。で、炭鉱者はどうやら救助来るみたいですね、これね。うん。で、落下攻撃で降りてって、で、まあ、救助来たんですけれど、ボロ台ないから、うん。まあ、片方は犠牲になるっていうね、どっちか。で、祭祀が上に上がって、ワープ作ろうとしたところを刃で沈めて、で、オフェンスがね、またいるんで、まあ、若干牽制しつつ、揺さぶりかけてから風船にして、で、タックルしてきたところをまた縛いて、うん、で、地下室ですね、これね、祭祀。うん、本当になんか、サバイバーいっぱいいて、この辺、めちゃくちゃ楽しかったですね、試合中。うん、いっぱい叩けるやん、みたいな感じで。で、炭鉱者がね、起死回生吐いて、オフェンスもおそらく起死回生吐いてるんで、もう起きないかな。うん。で、これを刃で沈めて、で、最後、カウボーイがね、来てたんで、うん。ここ、フェイントかけて攻撃させて、で、まあ、焦らず、縄使ってジャンプした後、落ち着いて攻撃やって、うん、ダウンですね。はい、というわけでね、まあ、おまけの試合でした。はい、というわけで、2試合分ね、見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。